おはようございます。たかしです。本日は5月7日火�曜日、ただいま8時1分。それではポンド円ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。 FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。ポンド円日足を現在表示させてますが、昨日は大きめの陽線になってきております。今日足大まかな流れとしてはこの白いトレンドラインに沿っての上昇になっているんですね。前回もこのあたりトレンドラインでの接触からの上昇で、今回は為替介入の影響で大きく下落してきたんですが、ちょうどトレンドラインに接触したところからの再び上昇になってきております。でここからどんどん上昇できるかどうかっていうところが今から注目ポイントなんですね。今はちょうどこの過去の高値の白い水平線 193.5 付近っていうのが一度昨日止められたポイントですね。ここを上抜けてこれるかどうかっていうところにまずは注目。ストキャスティックスは安値圏にありますので、ここから上昇しやすい地合いではあるんですが、ここ上がってくればすぐにこの赤い水平線が2本ありますよね。濃い方の赤いラインと明るい方の赤いライン、これが週足と月足に引いた水平線になりますので、上昇してくればまずは195円ぐらいが重しになって、そして再び次198円ぐらいが重しになるというところを見ておきたいです。ということは逆にこの白い水平線を上抜ければ赤い水平線ぐらいまで上昇していく可能性があるというところも考えられますので、まずは昨日の上昇が本日も続くのかどうかを見ておきたいですね。ただやはりここ直近先週のこの大きな下落に対する戻り売りも入りやすくなってくると思いますので、買う場合はしっかり下がったところから、売る場合はしっかり上がったところからっていうのを引きつけてやっていく必要があると思います。では4時間足です。先ほど言っていた日足のラインがこの白い水平線、そしてこの白い右上がりのラインですね。まずは現在地付近、ここにアセンディングトライアングルみたいなのを作ってくる可能性があります。ちょうど現在地、昨日の高値が止められているこの白い水平線と日足の右上がりの白いトレンドラインの間でのこの動き方ですね。ここでの三角形を作るような動き方になってくる可能性を考えておきたいです。ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからのロングエントリーは優位性がありませんが、まずはこの白い水平線を明確に上抜けてくれば GMMA の青帯も上抜けてくることになるので、そうするとそこからの上昇の流れにはついていきやすいかもしれません。その場合は黄色丸の高値ぐらいまで上昇してくる可能性を考えておきたいです。ただしやはりストキャスティクスが高値圏にあるっていうことは、基本的には一度調整の下落をしやすい地合いにあるんだということはお忘れのないようにお願いします。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯が少し上を向きかけてきましたね。今まではずっと下向きだったんです。下向きで下落トレンドだったんですが、金曜日で底をつけて、そこからの上昇、そして GMMA の青帯を昨日上抜けてきて、今そこでサポートされるかどうかっていうところに注目ですね。この GMMA の青帯でサポートされるのであれば、ここからまずは赤い水平線までの上昇、そして赤い水平線を上抜ければオレンジの水平線までの上昇というところを考えておくといいと思います。ですので本日はまずはこの GMMA でサポートされるかどうかですね。もし GMMA の青帯を下回ってきた場合は下落しやすくなるとは思いますが、すぐ下には日足のトレンドラインもありますので、やはり下がってきたところは反発しやすくなるんですね。なので先ほど言ったように売っていく場合も買っていく場合も引きつけてですね、この金曜日安値ぐらいまで下がってくれば日足のトレンドラインに接触してきますので、そこからは上昇しやすくなると思います。そして現在ですと GMMA の青帯でサポートされそうな雰囲気も感じますので、そうするともう一段の上昇を考えておきたい。そして売り目線で考える場合は直近の高値とかまで引きつけて、そこから売っていくのがいいと思います。例えばこの水平線まで上昇してきたところからの次の下落の流れとかをイメージしておくと、優位性のあるトレードができるとは思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円の日足ですね。この過去の赤い水平線、過去の高値に当てたものですが、ちょうどそこまで金曜日下落してきて、そこから綺麗に今反発の上昇してきております。こちらドル円も昨日は大きめの陽線になってますね。 GMMA の青帯、そしてトレンドライン付近からの上昇、そしてストキャスティクスはゴールデンクロスなので、ここから上昇していくかもというところにはあるんですが、やはり先週の強い下落がありますので、上がったところは売られやすくなると思います。
思いますので、その辺はご注意ください。では4時間足です。こちらはポンド円と違って GMMA の青帯までもう少し距離がありますので、もうちょっと上昇余地があるのかなと思います。だいたい 154.5 付近、そのくらいまでの上昇余地は考えておきたい。ただ逆に言うと、そこまで上がってくると今度は GMMA の青帯で上値を抑えられそうなところには来ますので、 154.5 付近からの下落の流れはイメージしておいてもいいと思います。ストキャスティクスも高値圏ですね。過去ストキャスティクス高値圏からデッドクロスすると比較的大きめの下落になってましたので、今回もストキャスティクス高値圏にあるということはいつデッドクロスしてもおかしくないところにはありますので、もうちょっと上昇余地はありますが、 GMMA の青帯に接触する付近、そこからは下落する可能性も考えておきたい。もちろん GMMA の青帯を上抜けてくれば158円ぐらいまで上昇する可能性があるんですが、やはり為替介入警戒っていうのもありますので、あまりどんどん上昇するとは思わない方がいいと思います。では1時間足です。こちらの緑の矢印は以前から引いていたものです。こういう下落トレンドを作ってますねという話をしていたと思います。高値を切り下げ、安値を更新してきているんですね。そして金曜日で今のところ最安値をつけて、そこから今調整の上昇中ですね。基本的には1時間足、これ下落トレンドになってますので、黄色丸の高値を上抜けるまでは下落トレンドが継続と考えておいてください。逆に黄色丸の高値を上抜ければ、この下落トレンドは終了になりますので、そこからは上昇しやすくなると思います。ただし1時間足の GMMA で今サポートされて上昇しようとしておりますので、もしかするとこの GMMA が上向いてくると、ここからは上昇トレンドに入りやすい、そういう動き方になってくるかもしれませんので、先ほど言ったように黄色丸の高値を上抜けるまでは下落トレンドは継続なんですが、現在の調整の上昇っていうのは上昇トレンドの初動になる可能性がありますので、そこはご注意ください。なので押し目買いを考えるのであれば、現在地付近からの押し目買い、もしくは黄色丸の高値を超えてからの上昇の流れについていく、そして戻り売りを考えるのであれば、黄色丸の高値まで引きつけて、そこからの下落の流れをイメージしておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。 FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。